たちとのこうなんていうかなつながりとはちょっと違うような感じがしたんですけど、本当にそのアーティストとして生きる、もうなんか僕順番に話していこうと思ったんですけど、もう本質みたいなところに入っちゃうんですが、もう時間もないんで本当に、どういうふうにそのアーティスト、プロフェッショナルとしてのアーティストっていうふうなことについては、トモさんどんなふうに考えてるんでしょう。これは結構はっきりしていて、やっぱり自分の武器だと思うんですよ。これ今アーティストっていう、ね、話になってますけど、多分おそらく皆さんの置き換えられる話で、皆さんの得意なものって多分あると思うんですよ。で、それで勝負していくっていうことと全く一緒だと思うんですよ。で、僕は海外に行った時に、まあ、言葉ができない、友達いない、お金がないで、なんかもう滞在のビザもないっていう状態の時に、何で自分が勝負していくかって言ったら、自分の一番得意なもので勝負する必要がない。例えばこれで料理が得意だったら料理でしてたかもしれないし、何かの何だろうな、研究が好きだったら、とにかくその分野では自分より知ってるやつはいないぐらい、こう自分の得意なものをやっぱり高めていく、でそれがやっぱり日本にいると、じゃあ夢を求めてね、じゃあ自分は音楽やりたいとか料理やりたいと思ってても、じゃあそれで稼げない、食えないってなると、うん、他に逃げ道あるじゃないですか、はい、アルバイトができる、うん、で、まあやりたくもないけど事務職もできるとか、はい、いろんなお金を稼ぐ手段あるわけですよ、で、僕はたまたまラッキーなことにその外国行った時に、そのアート以外ではもう選択肢がないと、もうこれを売っていくしか、もう生きる道がないっていうところまで行けたので、もうじゃあもう本当に絵で腹をくくってやれたっていう。なるほど。だから僕がその海外をおすすめするのは、やっぱりそういう状況に一度は、人生一度は追い込んでみる、それが日本ではなかなか難しいので、海外みたいなところでチャレンジした方がいいんじゃないかと。まあ、追い込まれてやられたことってどんなことだったんですか。まあ、本当に絵をお金に変えるっていう作戦を24時間考えてもらったんですよ。で、絵なんて皆さんもそうだと思うんですけど、買わないじゃないですか普通そんなにね、毎月1枚2枚買うものでもないし、洋服とは違うから、はい、でそれを人に買ってもらおうっていうのはすごくおこがましい話で、はい、自分が好きで作ったものを、ね、1万円で買ってよっていう押し売りみたいなのでも、いかにそのうまく押し売りをするかっていうのをいろいろ考えて、はい、で僕の場合はまず死ななきゃいいっていうところだったので、まずご飯を食べたいと、はい、とすると、まあ、そのトロントっていう町にある、まあ、レストランに一軒一軒に入っていって、で自分の絵をそこの大将に見せて、この絵を俺が描いてるんだけど、あんたいくらつけてくれると、 でお金はいらないからその分ご飯食べさせてくれと。なるほど。そういう交渉をして。それはどういう絵を描いてたんですか。その時はね、自分の本当にイメージの中の世界を描いていて、現実にはない世界を描いてたんですけど、はい、そういうもう本当に何だろう、好きな、好きなものをそのまま描いていったのを人に見せて、こういう絵では、もっとね、ファンタジーでしたね。ファンタジー、はい、だんだん作風も変わってきてるんですけど、なるほど。もう当時はとにかく自分の描けるものをもうずっと成功を込めて描いてるっていう。その時のなんか作品のあれはないですか。なんかウェブサイトの方にあるんですけど、このファイルの中ではちょっとないんですか。それで買ってもらえた。やっぱりそれは数打ち当たるで、はいはい、僕は結構へこまないタイプなので、20件30件ぐらいそんなに反応が良くなくても、やっぱり31件行くんですよね。トロントって街そんなに大きいんですか。やっぱりカナダの中で一番大きい、一番大きい都市で500万人ぐらいですね。500万人って、なるほど。だからどんどん当たっていけば、そう、次から次へ。一番なんか大事なのはへこまないっていうことで、そ
うした中で、まず食べていける、生きていけるっていうところからの次のステップってどうだったんですか。で、まあ、そういうふうにまず食べるところをクリアしていった時に、今度その例えばレストランの大将が、はい、俺は若いアーティストを実は養ってんだよとかって結構人に言ってくれてたりとかして、で展覧会やると今度その大将が友達連れてきてくれたりするんですよ。なるほど。でやっぱり大将も見栄があるから一番最初に買ってくれるんですよね絵を。でそうすると今度その来てた友達もじゃあ俺もいつか買おうかなとかなって、次の展覧会でその友達が買ってくれたりとかして、でどん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 なんかあいつも持ってるしこいつも持ってるし、あいつの家に行くと壁に飾ってあるし、俺も一枚持っとこうかなみたいな、だんだんそういう風になってきて、で、まあ、中にはそのアート関係者とかもいたりして、じゃあうちのギャラリーで今度やりますかと。でギャラリーもやっぱ商売なんですよ、いい意味で。だから売れないアーティストよりは売れるアーティストをやった方がギャラリーも収入があるので、る、ね、長本智美ってやつはおかしなやつだけどなんか結構持ってるやついるらしいと、はいはいはい、だから一回ちょっとうちでやろうかみたいな人もやっぱ現れてきて、下世話な話になるんですけど、はい、そのまあ最初はご飯食べさせてもらえればいいっていう程度だったのか、その値段をつけていくっていう過程、自分をまあ要は自分の先に自分に値段をつけていくっていうようなことで、どんなふうにそれはやっていたんですか。まあ、最初の取っかかりが何しろその絵をご飯に変えるっていうことだったので、変な話その金銭、ダイレクトのお金にいくらになるかっていうのはなかったんですけど、はい、でもやっぱりギャラリーに展示されるようになった時にそのまずギャラリーが値付けをしてくるんですよね。もちろん自分は拒否をすることもできるんですけど、はい、この絵を3万円で売るとか5万円で売るっていうのを、はい、まあ、そのギャラリーが決めてきて、でそれに対して自分は売れないと、絵はこんな価値なのかと、まあ、受け入れていくんですけども、はいはい、なかなかやっぱり自分がやっぱ身を削って作ったものなんで、単純にその金額でね、ゼロがいくつとかで表されることに対してはちょっと抵抗がありましたよね。その抵抗があった値段って具体的に どれくらいのものなんですか。その、実際に今トモリさんの絵って聞いちゃっていいですかいくらぐらいなんです。大体この A4 サイズぐらい、大体サイズで決まるんですけど、まあ、このサイズだとすると6万円ぐらいですかね。それは、最初からそんな値段ではなかったですね。ではないですね。最初は、はい、どういうふうにこうステップを上がっていったんだ。やっぱりそれは回を重ねることなんですけども、意外と誰が絵を買ってくれてるかっていうのが結構大事で、割とその街で知られた人が僕の絵を買うと、はい、ちょっとそれで評価がまた上がったりとか、特別オーダーみたいな形でこう注文、有名な人からもらったりするとまたそれで誰が持ってるかっていうのが増えて、で、まあ、評価が上がったっていう。物の値段って割と難しい値付けってね、でその生産っていう意味で言うと、トモリさんの時間だったりだとか労力だったりっていうふうなところでしかないじゃないですか。例えば、認められないとさっきの6万円って言われてたものが、一銭にもならなかった、でもまあ最初は例えばご飯だけだったら2000ぐらいのレベルがちょっとずつ上がっていく、俺あれ2000円で買ったのになんで次1万円なんだみたいなことはないんですか。そういうその美術の値段って僕ちょっとよくわかんないんですけど、どうやってその価値が上がっていくのか上げていくのか、そのプロデュースの仕方ってすごい大事なのかなって思うんですけど、これって何でも通じることですよね。そうですね、商品とかでもそうだと思うんですけど、やっぱ需要と供給だと思うんですよ、はい、で欲しい人が多ければ値段は上がっていくし、はい、作る数が少なければそれもまた値段が上がるし、っていうところだと思いますけど、それを評価付けていくのは結構評論家の力もあったりもするんですよね。なるほどね。市場だけではなくて
あの評論家がいいと、言ったらいいとなる場合もあります。あの本当にあのなんだろうな、アーティストって霞を食って生きてるみたいなイメージがあるんですけど、本当にともりさん見てると実際に、自分で作品を作ってこう売り込むっていう言い方はちょっと失礼な言い方になるかもしれないですけど、きちんと自分を認めてもらうっていうステップを踏んでいこうっていうふうなことをすごく感じるんですよね。今、スナーバックスっていうプロジェクトをやってるんですけど、これにしても、なんだろうな、単に綺麗なものを作るとかその人に認められるとかっていうところではなくて、自分の思いをちゃんと伝えて、それをまた、社会的に認めてもらって、でまた何かの価値を生んで、そのことが、収入につながるみたいなプロセスを一生懸命踏もうとしてるように感じるんですけど、そうなんですよ、それセットなんですよ全部。今日の質問の中に1個あったんですけど、プロとは何かみたいな、プロとアマの違いは何ですかっていうところで、僕が答えたのは、物を作ることと、あとそれからその作ったものを出すっていう、この2つのこと、その両方のことを合わさって僕はプロだと思うんですよ。はい、作るだけだったらやっぱどんないいものね、こうみんな好きで作ってもあると思うんですけど、はい、それだけだったらこうたくさんいるわけですよ。でもそことプロとの違いは、じゃあ作ったものをどうやって出すか、どんな人に見てもらうか、どういう場所で展示するか、でそれを、どう収入につなげるか、それも含めて一つの活動で完結すると思うんですよね。だから商品も多分そうだと思うんですけど、料理好きな人が高い材料費を使ってすごい料理を作って、でもちろん自分で一人で食べればいいんですけど、じゃあそれでお店を開いて商売しようと思ったら、絶対今度売るってことも一生懸命やらないといけないこと、もちろんいい料理を作る、それは自分自身でしっかりやらなきゃいけないけれども、それ以上に誰に食べてもらうか、どんな人に来てもらうか、どんな店を作るか、そこもできて初めて一軒の店が運営されていくと思うんですよ。ね、それと全く一緒なので、分かりました。はい。まあもう30分になるかなっていうところ、あっという間なんですけど、今の話聞いてると、例えば才能のある人だったら、じゃあそれに向けて、その売るっていうことに入ればいい。で、何が自分の才能かわからない。まあ、ともりさんもミュージシャンになろうと思ってたのが、ひょんなきっかけというか、そのアーティスト、絵を、ドローイングの方に向かっていった。何を自分の、その、まあ、生きる糧にするのかっていうあたりについてはどう考えてますか？才能っていう言葉は本当にこう、うさんくさいですよね。うさんくさいというか、良くも悪くも、よくみんなすごい人見ると、あの人は才能があるからってやっぱ言っちゃうんですけど、例えば僕がトロント行った時って、絵の上手い人なんてゴロゴロいるわけですよ。もう本当に世界中からこう集まってきて、それでトップを取ってやろうみたいな人たちが来るんで、たかが絵が上手いだけでは、アーティストの中では抜けれないんですよね。みんな上手いから。だから、そこの中で才能とは何かなんて言われても、その絵、みんな才能、絵の才能を持った人が集まってるんで、そこで勝負を左右するのは、やっぱり努力ですよ。努力、だから自分の才能をもっとその生かすためだったりとか、さらにその努力をした本当の上積みの人だけがそこから多分出れると思うんですよね。どこに努力するかっていうことがみんな見つけられないんじゃないかなって思う。それこそ今日のテーマですよ。はいはい、100問100答って僕やったんですけど、自問自答って皆さんします？自分に自分を問いかけるっていうこと。やっぱりその努力って何かっていうと、僕にとっては自分とは何かを考えるっていうことに結構つながっていて、意外と自分のこと知らないんですよ。で、自分が思ってる自分って自分しかなくて、あとはやっぱり人が見たのがやっぱり自分だと思うんですよね。人から見た姿が皆さんが思ってる自分なんですけど、じゃあ自分を掘り下げていくと
何が出てくるかって、うん、向き合ってるつもりでもいざああいうね100個の質問を与えられるとあれ何なのこれとか、あ俺こんなの好きなんだって改めて発見がすごいあるんですよね、うんうん、でそれを自分でこう常にしていくか、はい、で、まあ、自分に妥協しないってことにもつながるんですけど、うん、本当に自分からしか出てきませんから、うん、他の人がやってることいいなと思ってやっても絶対それはその人だからうまくいってることであって、やっぱ自分のやり方を見つけて、まあ、それをやっぱ信じていくしかないと。そんな風にやってきた、長本智にとってそのアートって何なんですかね。まあ、アウ臭い表現ですけれども、まあ、表現することですね。で、それで食ってくってことは、またさっきも言った通りちょっと別の話になりますが、アートと芸術はちょっと違うと思ってて、アートは本当に子供でも表現するじゃないですか、笑うし、泣くし、まあ、そういうものと同じところから来てるんですよ。だから誰でもアーティストだし、誰でも表現をすることはしてるし、例えば、まあ、ここに主婦の方もいっぱいいると思うんですけど、料理を作って食卓に並べるときに、例えばちょっとこう飾りをつけたりとか、美味しそうに盛り付けをする、これもアートなんですよね。特別なことではない、特別なことでは全然ないです。とにかく表現をする。そう、例えばお腹が満たされるだけでよければ、ドカンとお皿にポンって持っておけばいいだけですよ、はい、でそれをむしゃむしゃ食べればいいんですけど、うん、でもやっぱりそれをきれいに見た目もしたりとか、いい器で出したりとか、うん、そういうなんかそういったちょっとしたことが全部表現だと思うんですよ、その人は、はいはい、うん、割とその辺は皆さん意識してないですよね。そうですね、うんうん、でもこの世からねアートがなくなったら多分すっごい殺伐した世の中ですよ、うん、だってこういう言葉もいろんな尾ひれ歯ひれとかね表現をつけてるんだけど、ダイレクトに全部言おうとしたら、はい、もうこれは結構ねもうイエスノーだけの世界みたいになっちゃう、はいはいはい、でもみんな言葉にいろんな表現をつけて柔らかく相手に伝えたりするコミュニケーションをしてる、はい、もうこれ自体が多分アートなんですよ、その表現が、うん、だから、一つ自分を表現する、それから相手があって、コミュニケーションするみたいな手段としてのアートみたいなところですかね。そうです、だからそういう意味でもう本当表現全般なんですよ、人が表現すること、うん、でそれによって対価を得るっていうのがプロフェッショナル、そこがまたその勝手に人が表現したものをそこに値段をつけて売る、そこはまた職業としてのっていうところになってくるので、自分の中でもそこは本当に難しいところです。自分の表現をしている、でもそれを生業として、まあ値段をつけて売らなきゃいけないっていう、うん、本当にこういう、まあ、田舎の町、田舎で暮らしていると本当仕事がないとかっていうふうなことを言われるんですけど、それってどう考えられますか。その仕事がないっていうのはすごい魅力的な言葉なんですよね作ったらいいじゃないかとやっぱ思うんですよ。なるほど、うん、はい、この間もねちょっとヨタ話をみんなでしてて、僕くらいの時来て昼間は元気だなと思うんですよ、倉吉の街は。でも朝と早朝と夜がちょっと弱いなと思ってて、朝ごはん食べるところがもう僕1軒しかなくて、はい、今そこ行ってるんですけど、味倉さんに行ってくださいよ、皆さん。夜も結構早くて晩ごはん食べるところなくなっちゃったりして、でこの間出会ったおじいさんに昼間何してんですかって言ったら、もう家から出ないとか言ってて、うん、でもう喫茶店とかね行くと場所もないし、家から家にこもっといるっていう話をしてたんで、まあ、だったらもう早朝おじいさんをターゲットにしたもう屋台のカフェをおじいちゃんちの前までつけちゃって、はい、毎日決まった時間にそのおじいちゃん出てくるようにしたり、でそれを何年かこうつなげていけば、あのなんか近所の寄り合いみたいなのが毎朝4時、朝4時オープンとかにしてでそれをやる人は僕じゃなくて
若者たち、はい、そのね、あの体力あるけどやることが見つからないみたいな子たちをもうとにかくもうこの仕事やれっていうので、うん、一定期間もう早朝4時から7時まで7時閉店で3時間の営業でやって、もうぐるっと回ればおじいちゃんともコミュニケーションできるし、で若者たちは7時からまた別の仕事も行けるし、はいはいはい、すごい生産性あるなと思って、うん、なんかもういくらでもこんな職業思いつくんですよ。なるほど。なので仕事がないっていうのはすごい魅力的な言葉で、どん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 ここに、ね、増やしていけばいいんじゃないかなと、はい、そこに芸術祭のポスターありますけど、土着する文化、住み着く芸術、なんかアートってすごい特別なことみたいな感じで皆さん考えてると思うんですけど、本当にともりさん見てると、とにかく表現すること、それからまあ、その中で、どうその自分の表現を相手に伝えるかみたいなところをすごく考えてるなっていうのを感じるんですよね。で僕も本当に今回来てもらってそういう刺激をすごい受けて、なんか、また次のことでなんかできるんじゃないかなって思うところだったんですけど、本当にもう僕の時間30分しかないのでもうだいぶ過ぎちゃったんですが、最後に本当その来られた人に何かこうなんだろうな、やっぱり住んでて閉塞感というかその限界みたいなのを感じちゃってると思うんですけど、ともりさんから見てやっぱり何週間かここを来て感じられたことを、それからこんな風にすればいいの、さっき、まあ、提案一つあったんですけど、うん、何か一言あれば、うん、とりあえず一部の締めとして、はいはい、僕はこの度山陰地方を含めて鳥取倉吉初めて来たんですけど、まあ、アクセスが悪いっていう風に言われてて、確かに飛行機の本数も少ないし、新幹線で来ても高いし、関東から来るには非常に来にくいんですけれども、でもそれが、やっぱり魅力にこう転換できるんじゃないかなってやっぱ思って、便利になってこういろんなとこ行けるようになっちゃったら、まあ、鳥取もそのうちの一つに過ぎなくなってしまうので、はいはい、もっと不便に、うん、してしまってもいいぐらいに思うんですよ。これもちろん住んでる人からしたらね、もっと便利になってほしいって思う、これ対極だと思うんですけど、日本っていう国の中で考えた時に鳥取がどういう存在であるべきかっていう見方もやっぱり必要だと思うんです。でこれからは特に日本が人口少なくなって海外からのお客さんがどんどん来るようになっていく、そうすると僕のカナダとかアメリカの友達もそうですけど、もう東京、京都もうそこは行ってるんですよ。でさらに一歩奥へ行きたいんですよ、みんな。なるほど。その時の選択肢としてじゃあ倉吉が出てくるようなそういう政策とかをやっぱり誰かが指揮を振って、うん、そういう方向に導いていくとか。なるほど、ね、そういうのは必要だと思いますね。そのどうやったらいいかっていうのはちょっともう聞けないんですけど、ともりさん、せっかく倉吉に来てもらってここ何週間か滞在したんです、はい、今後この地域、鳥取県、まあ、倉吉、それから名人との関わりっていうのはどのように考えてますか？僕はもう本当にこれは縁だと思っているので、まあ、全てもう縁で今までの人生も来てたので、はい、まあ、ここに来たのも何かの運命があるんだろうなと思ってます、うん、で、なんていうんだろうな、もう東京とか大阪じゃないと思ってるんですよ、もう時代は、うん、まあ、もちろん今海外で活動してますし、でこれから日本での活動も本格的にこう今しようと思っている時に東京と大阪は選択肢に入ってないんです、うんうん、昔は全部そこに集約されて、そこから、はい、そこを得ないと海外にと、はい、通じないっていう時代がありましたけど、今はもうそうじゃなくて倉吉とトロントがつながって、はい、倉吉とニューヨークが今日つながって、うん、実際に、はい、もうそういう時代に入ってるんですよね、うん、なので例えばここに到着してものづくりをしてそれをそのまま、次の日にニューヨークに持っていってくるっていうことがもう十分可能なんです、うん、なるほど。で、まあ、2部でも話しますけど、まあ、その時にじゃあ英語っていう問題をどうするのかとか、うん、はい、そういう部分はねいろいろこれから課題としてクリアしていけばいいと思うんですけど、最後に一つ、その倉吉がね、はい、どうなったらいいのかっていう今思いついたんですけど、はい、公用語を日本語と英語にするんです、倉吉だけ。
クレヨンしなきゃ、はい、バイリンガルです。バイリンガルで、もう徹底的にバイリンガルで、すべ、うん、てのものを全部英語と日本語でやるようにする。うん、そうしたら、30年後ぐらいに多分倉吉に日本中のそういう人たちが集まってきます。おー、うん、日本からなんか外に物を出したいっていう時にまず倉吉に行って修行してこいみたいな。はいはい、倉吉で研修しようと。はい、でここで、まあ、そういう海外にこう出すためのノウハウみたいなのを蓄積してて、もう小学生からもう「はい、ハワイユー」が言えるみたいな、うん、レベルになるみたいなね。はい、いいですね。一つ今思いつきました。本当あんまり深く入れなかったのはちょっと残念なんですけど、もっと3時間とか朝までみたいな話を僕にやらせてもらったらいくらでも放り下げられるんですけど、ちょっとまあ本当に駆け足で、長本智理ってどんな人だか、それから、アート、それからアーティストとして生きるっていうことを、それから、この地域に対するメッセージっていう感じで、聞く一部はとりあえずここで終わりたいと思います。で、2部、そうですね、はい、このままもうすぐ2部いっちゃいましょうか。行きましょうか。飲み物買いたい人だけちょっと言っていただいて、はい、そうですね、はい、高松さんも呼んじゃってやりましょうか。2部は、高松さん、ニューヨークから今日来ていただいてます。本当になんだろう、大阪や東京経由ではなくて、直に倉吉と海外につながるということで、で、こういう本があります。そこに売ってあるんですけど、学校では教えてくれないアーティストのない方っていう、伊丹ありささんっていう方が書かれてるんですが、伊丹さんが、ニューヨークでやられてるギャラリーのチーフをやられてまして、どうぞ見てください。はい、はい、じゃあとりあえずあとは高松さんに任せます。本当にもっとそのアーティストとして生きていく、やっぱり、はい、